覆面マニア41、いよいよメインイベントを迎えました。6人タッグマッチ、時間無制限、3本勝負で争われます。伊豆さん、はい、いよいよメインイベントですね。そうですね、もう、はい、ビールスといえばね、もうビールス先生と言わなきゃいけない存在ですからね。メキシコでは、はい、マエストロ、スーパーマエストロ。そうです、まああのアレナメキコのね、ルチャークラスの先生としてもね、もう名を馳せてますからね。先生であります。そして一方のね、エス・フィンヘ選手は、まああのスフィンクスという意味でね、この、はい、まあ、マスクの模様もまさにスフィンクスの基調としたものですけども、どういった戦いを見せてくれるのか、はい、3対3、時間無制限、3本勝負、これも一つの見どころであります。さあ両軍が、おっとルード軍、オロチが握手しねえぞというようなポーズ、はい、あ、カカオとビールスはさあ、両者が握手を交わす。エスピンヘも、さあ、ビオレントジャックも、そうですね、さあ、オロチはどうするんだ。オロチはまだ何もしてないですからね、今のところ。うん、おっと、虚偽です、はい、まあ、自らを貫きましたね。三本勝負で行われます、はい、まあ、もうルチャとしておなじみですね、三本勝負ルール、はい、まずは1本目、誰が先発するのか。お、これはビールスですか。左出てきます。さあビールスか、ルードアーリー、ビールスが出てきた。カカオか、いきますね、カカオですね。おっと、昨年この両者はね、アレナメヒコでも対戦してますからね。そうですね、昨年の11月アレナメヒコで対戦、その時はビールスに軍配が上がっている。1年越しのリベンジなるか、見せるカカオ。舞台を日本、東京、はい、新木場に移してのこの両者の戦い。そうでしたね、まあ、あの試合もね、テレビ中継で本当に、はい、それから南米でも放送されまして。そうですね、はい、もう見せるカカオの名前をまた一段とね、あの有名になりましたからね、はい。さあ、私もおりました、その昔 CMLL ジャパン、はい、テレ東からの2人の因縁でもあります。そうですね、さあルード軍がビオレットジャック、タワーファイター、さあカカオ対ジャック、はい、両者が距離を取ります。カカオ選手もね、また新しいコスチューム変わりましたね。そうですね、今日は白地に青、ヤマト魂、はい、ブルーインパルスを連想させるそのマスク。テクニコ側、ビオレントジャック、体に刻まれたその傷とデスマッチでも主戦場としている。ここは投げていく、テイクダウン、ル
福田君を牽制して足をロック。おっとここ切り返していく。パワーだけでもないこういった身のこなし。4連覇ザックマンの運を見せているぞ。さあ来ましたね。さあもう一回ビールス、そしてテクニコは翼。がっちりと握手。さあロックアップ。翼選手は昨日、昨日になりますが大阪で天王山2018トーナメント2試合戦って優勝を収めています。はい、はい、会場からは拍手。そして朝一の新幹線で東京入り。まだまだトップエストレージャーですよね。はい、まあ、もともとデビューはね、フライトモメンタリー進出でね。そうですね、はい、あの田中神父さんがマエストロですからね。はい、レスリングマスター同士、どちらが先に仕掛け、そしてその裏をかいていくか。この辺りですね、そうなんです、さん。そうなんですよね、もう一つずつが、そうですね、4箇所なんですよね、先の読み合い。はい、さあ、おっとジャベ、このジャベの広がりがね、もうルチャならではの、そうですね、どういった角度で入ってくる、はい、おっと今度はあっという間に今度は首です。そうです、足から首へのこの移行、これもルチャの一つですよね。試合時間5分経過、5分経過、新組ミルトス、新組ミルトス。まあ、前回来たネブラスでパンテラもミルス先生の生徒ですし、そうですね、もうほとんどのメキシコから来る選手、はい、ビールスの手ほどきを受けています。そうです、今の CML の若手選手ほとんどがもうビールス、はい、もしくはウルティモゲーロ、はい、どちらかのまあ教えを超えてますからね。レスリングの先生であります、はい、マエストロビールス、はい、今の全日本プロレスの高津林選手とか、はい、大和海選手あたりもね、はい、教えを受けてます。そうですね、はい、で僕が行った時は栗原愛美、それからレイ、彼女たちを連れて行って、はい、先生のクラスで教えを受けましたね。女子選手も手ほどきを受けています。さあ2人が、おっとまたこれはさあどういった入りをしてくるのか、なんでしょうね。おっと両腕をロック、スイーフェたまらずカットイン。さあ来ますか、来ましたよ。さあ日本初来日、スイーフェ、はい、入ってまいりました。さあ現在アレナコリセオのタッグのチャンピオンでもあります、そうなんですよね。それから西武のライトヘビーチャンピオン、そうですね、グアダラハラ西武、はい、CML の西地区ですね。そうです、そこでのライトヘビーのタイトルも持っています。まあ、先ほどねベルトを巻いて入場もしてましたし、はい、グアダラハラ州出身のまだ25歳とね、年齢も若いです、ね、若いファイターです。はい、昨年はあの CML のボディビルコンテストにも出場してますし、はい、おっと1回転、しかしそのさらに裏をかく、おっと腕を離しません。ビールスの裏をかくのは大変であります。おっと裏の裏、そのまた裏をついてくる、まさに教科書ですね。余裕を持ってビールスはオロチにタッチ。オロチも含めまで初参戦、そうなんですよ ね, すね。いやもう本当にこの6人豪華なメンバーがそうですね。オロチも待望の初参戦。おーっとスイフェめくらましか。
挑発していきます。サイドキック裏から入っていく、強烈、3本勝負です。トレス、トレス、今は分かったみたいですね。そうですね、次を取る、はい、テクニコが次を取れば勝利となります。ルード軍への声援が飛んでいます。さあ2本目、テクニコ作戦会議。そうですね、次を取ればもう勝利です。あ、オロチ選手も今回の参戦になって、そうですね、オロチは後がありません、はい、ルード君、まあ、今回予備知識などいらない、ただ目の前の戦いを楽しむだけと、はい、もうそう言ってたオロチ選手ですね、はい、まさに目の前の戦いをね、そのまま楽しんでる雰囲気が伝わってきますね。2本目です、セブンダ。さあ、オロチと、おっと、ヒルスに変わるか。お互いの駆け引き、そうですね、さあ、誰が出てくるか。さあ今2本目始まりました。ルード軍ビールス、そしてテクニコ翼、3本勝負で行われます。2本目テクニコが取れば勝利となります。さあクラッチガス、切り返す、切り返す、決まらない、決まりません。ここは翼が切り返していく。チークのビオレット、メキシコのノンタッチルールを採用しています。レフリーが認めれば、タッチなしでの交代が認められています。さあ、会場がヒートアップ、ルード軍、テクニコ軍、応援合戦が季節して始まっている。
ップ合戦から一転してカカオが主導権を握る。おっとオロチ、オロチの足が待っていた。さあルード軍分断していくか。いや途中までカカオのペースだった。そうですね、一気に試合を決めるかという流れでしたが、オロチのダーティーテクニック、まさかの目つぶし。そうですね、オロチのキックから流れが変わりました。リング上 SE が一人ですからね。そうですね、場外線お気をつけください。ビールスが全体重を浴びせていく。オロチのチョーク攻撃、苦しい。そうですね、大丈夫かい、スイフェ。これはたまりません。そうですね、レフリーがチェックします。狙いを定まれてる感じですよね。そうですね、スピンフェに照準を絞るか。 SB 選手もね、はい、まあ、あの28日が今回ボディビルコンテストだったんで、なるほど、この日本の来日と被ってしまって、はい、出れなかったんですけども、まあ、もうずっとその筋トレと、はい、あともうあの食事制限続けてますからね。体を作ってるんですね、はい、今日も酒弁当しか食べてないですよ。あっという間に翼が捕まってしまう。ハードスケジュールで大阪から乗り込んでまいりました翼。前日の2連戦天王山2018を手に入れました。テクニコのその大きな味方になっている翼。急所じゃないですかね。そうですね、おっと急所で連続。そうですね、レフリーが気づいていません。おっと今度はカカオが袋叩き。しかし5分経過、5分経過、シンクミルトス、シンクミルトス。カカオが捕まっています。手足をロックする。おっと、なんだこれは。ジャックも投げる。おっと3人だ。おっとギブアップ、ギブアップ。2本目5分35秒ビールス。いや今カカオは全く動けなくなりましたからね。5分35秒2本目はビールスが取りました。はい、もう足と腕と全てを今固めてましたね。あっという間に手足を固められたミステルカカオ、たまらずギブアップであります。そうですね、あれはもう身動きが取れない状態になりましたね。さすがやはりそうですね、一体いくつの技を持っているのか、はい、そうなんですよ、これはね一つ一つ、そうですね、名前があるようでないような、これを複雑な毎回このルチャクラスで教えてるわけですね。まあ、この27日もね、ここでまた教えていただけるわけですから、はい、そちらのも楽しみですね。あさって、そのプロ…おっと!3 本目、決着の3本目が始まりました。両軍入り乱れて、3本目、取ったチームが勝者となります。時間無制限、三本勝負で争われます本日のメインイベント。
さあこうなってまいりますと、実はレフリーもどこをチェックしていいのか。そうなんですよ、3方向で分かれますからね。3方向で戦いが始まっています。はい、ただまあルチャの伝統としてこの6人タッグという形式がね、はい、必ずルチャの伝統でありますからね。ここへ来てヌード軍が完全に主導権を握るか。さあリング内はカカオロンリーバトルになっていく。タックルドテッパラ、おっとその場飛び。そしてオロチ、これはたまりません。膝が突き刺さった。そのままハーフボストン、カカオの体が弓なり腰が悲鳴を上げています。そうですね、まあ、このオロチ、それからまあ翼といったね、はい、このワセルチャドールの戦いもこれも興味の一つですね。覆面マニアの特徴というのは、このメキシコのルチャリブレを直輸入するのもあるんですけど、はい、ワセルチャドールたちの戦いも見逃せないんですよね。危ない、オロチがまたしても分断する。今度はエスピーヘ、ルード軍テクニコ一人一人をいたぶっていく。さあ強引にテイクダウン、おっと二人がかり、三人がかりの関節地獄。エスピンフェの動きが止まりましたね。そうですね、先ほどからまあ足の動きがね、そうですね、ずっと気にしてますからね。切り返すか、ハイキック、15ミリです。
ここでまたしてもルードグン。おっと、投手打ち。ここはカウントツー、おっと腕十字くるくるっと回る、丸め込む、ビオレントジャックが入ってきた。さあ、こらえるか、翼、こらえられるか。ここで香川がカットイン。さあ、バスの取り合い、ゼロ戦キック、フェイスクラッシャー、カウントが入る。ビールスが飛び込んできた。さあ、切り返す。カウント2、かわす。おっと、顔面、顔面にドロップキック。サソリか。サソリで腕を取ろうとしますね。腕を取ってますか。複合技、エスインフェがカットインです。カットに入ってくる、はい、ビールスとエスインフェ。おっと、ここはカウンター、トップロップ、ダイビングエルボー、ビールスのエルボーが降ってきました。さあ、そしてミサイル、カウント2、SB手が捕まっている。ビオレントジャックとオロチダブルでブレンバスター。ここはカウント2、テクニコム、スンデのところでカットに入ってきた。さあ、オロチ足を落とす。おっと、危ない、返しますね。カウント2、足をロックして、そのまま、9分48秒勝者エースフリーヘことになりました。いや、彼はまだ25歳、これからです。でも覆面マニア出てくれるかどうか今後分かります。もっと上行っちゃうと思うんで、これからもどうかよその会社で見て応援してあげてください。彼のお父さんに僕年上なんでね。
覆面かぶってると分かんないですけど、覆面の下もかなりヘロヘロです。ビールさんも50歳ということで、僕より若いんですよ実は。今日見ていただいた通り、レスリングの技術は無限です。僕は25年前に CMLL ジャパンを始めた時に翼選手も協力してましたくれましたけども、25年前 CMLL ほとんど知られていませんでした。 UWA の選手ばっかりでした。その CMLL メキシコで見て翼さんとか活躍してる姿を見てですね、どうしても日本で紹介したいと。こういうすごい人たちは本当はすごいんだよって、日本人にちょんちょん出られるような選手じゃないんですよっていうのを僕はリングで証明したかった。それが25年前 CMLL ジャパンを始めたきっかけです。で、まあいろいろ、まあ資金面にも苦しんで、途中で、断念せざるを得なかったですけど、 CMLL はこうして未だに僕と付き合ってくれてます。はい、僕なんかと個人的に付き合ってくれてます。そういう恩に応えてですね、これからも CMLL の選手を皆さんに一人でも多く、紹介したいなと思います。決して大きい団体行くような選手はなくていいんですよ。下でもものすごくすごい選手がいるんです。それを今日見ていただいて分かっていただけたと思います。これからも、CMLL と覆面マニアと、我々覆面マニアに協力してくださっている団体の方々含め応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、こんばんは。ありがとうございました。Muchas gracias, amigos. Me siento muy contento de que sea la primera vez que piso Japón. Gracias a todos ustedes. Se hizo mi sueño hecho realidad. Espero no sea la última vez que venir a Japón. Gracias. Estamos jugando, pero スティンヘイいました。今日は彼の10名日本に来て、だからみんなの友達どうもありがとうございました。いや本当に楽しかった。皆さん覆面マニア、僕はデスマッチファイターけど本当にルチャリブレスタイルめっちゃ面白い。まだまだもう一回カカオさんもう一回試合やりましょう。ルチャリブレ、みんなありがとうございます。これからもですね、CMLL のルチャリブレ、スーマニアのルチャリブレを、少しでも多く皆さんに披露していきたいと思います。皆さんが一人でも見る限りスーマニアは永遠に不滅です。ウノドースコレス覆面マニア。